皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。すいません常時放送になってまた呼んじゃったよ。なんか番組の収録始まるとね、あっちやそっちや今日拾ってるか分かんないんですけど、これ毎回回ごとに言ってるような気するんですけどね。もう今千夏の番組収録始まるよっていうのをどこかで見てたかのように、なんだろうね、不思議でございます。今日はなんかねちょっとかすかに聞こえたぐらいかなというふうに思っております。というところで本日は皆様お分かりの通りに千夏お一人様会でございますので、今日は何の話をするかというとあの話します。その前に一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。はい、皆様お帰りなさいませ。というところで今日からね、何かこの番組変わったところがあるんですね。何でしょう、気づいたかな。今日から机が丸くなってますっていう。そうなんですよ、結構皆さんね、そんな言われたらそうかなって思うと思うんですけど、よかったらこの番組終わってこう前回とかね見ていただければ、こう横長のねテーブルでお話をさせていただいてるんですけど、もう今日からもうねまた丸で。でも番組始まった頃って結構低い机でね、そこに資料を置いてお話とかしてたんですけど、いつしか横長になって、今日から心機一転というところでちょっとわからない区切れが半端ですけど、丸いテーブルでねさせていただいてますというところになりますので、まあ、またね丸いテーブルになると、こうゲストさんお越しになった時もね、今までこう真横を向いてこうお話聞くっていうこと多かったんですけど、まあそこまで真横向かなくてもお顔が見える範囲になってくるのかなというところで、まあ楽しみでもございますが、本日は千夏お一人様会でございます。もうねだいぶお一人様会も会を増してきているというところになりましてね、もう毎回話すことはあれとかあれとかあれとかの話なんです。今日はね皆さんも期待を裏切りまして違うお話をさせていただこうと思います。まあ、ちょっとね時間は経ってるんですけれども、2024年の1月の28日の日曜日、ちょっと前になりますが、私ラジオやってますよということでねお伝えしておりますが、毎年恒例 FM ギグアカデミー賞受賞式というのがホテル大倉京都にて開催されましたというお話のちょっとレポをねしていきたいと思います。フライヤーはこんな感じで、せーのちゃんこんな感じになりますね。これはその FM ギグの、まあ、みんなからボスと呼ばれてるね、まあリーダーであります斉澤翔樹ボスがお作りになられてますというところでね、まあ、下の写真ね集合写真がちょっと写ってるかと思うんですけど、まあ、これは去年のお写真をというところで、今年その FM ギグアカデミー賞受賞式が第12回でございましたので、このお写真は11回の時の最後の、集合写真になるということになりまして、毎年ね翌年のやつを集合写真で飾っているというところになりますというところでございます。もうね FM ギグのアカデミー賞受賞式は12回目、だからもうで言えばさ、もう一周回ったっていうところになります。で私もその FM ギグで、小林千夏の雑さんっていうのね、毎回番組終わるときにこうテロップでね告知させていただいてるんですけども、毎週の金曜日お昼の12時から12時30分、まあ、小林千夏の雑さんというラジオ番組をしておりまして、もう10月も11月でもの、まあ、放送というかね、もう丸10年になるというところで、年末には11年目に入っていくというところになりましてね、早いなぁ。でもねギグのその何アカデミー賞受賞式が12年で10年って言ったら、もうだいぶねもうフル株みたいな、全然そんな自分たちって気持ちなくって、なんかそんな言われたらあそうなんだなみたいな感じなんですけども、もう FM ギグ自体が創立されて23年っていうね、まあ
今でこそもうこういうネットも普及して、もう皆さんもね iPhone とかパソコンとかで今この番組見ていただいてると思うんですね。まあ、ネット環境があって、まあ、世界中どこからでも、まあ、このオンエア見れますし、アーカイブはね皆様がいい時間に行っていただければご覧いただけるっていう、まあ、時代になってますけど、その二十何年前って言ったらもしかしたらこの世に生まれてない人もいるよね。そんな考えたらびっくりする。単純に23歳の人ですよもう大人じゃんね。おぎゃーって言っても学小中高大いったか分からんけど、社会人になってる人たちじゃないですか。まあそういうね歴史があって、その23年前にこれもうボスが遠い遠い昔に、実はこのエレガンスマダム千夏の部屋にもご出演いただいております。もうね、まだまだ初めの方ってすっごいぼやっとしてますけど、まあ、ご出演いただいたんですけど、いろいろねそのラジオがどんな風にこの FM ギグっていうのが立ち上がっていったのかってお話も聞かせていただいてたんですけども、初めはねそのボスが今いくつか分かんないですけど、まあ、私よりは年上だと思います。なのでまあボスが20代後半ぐらいなのかなって、ここは仮ですけどに、あのなんかね一つの部屋で、その時にこう何アナウンサーになりたい人とか、そういうまあラジオパーソナリティを志願してるような人たちをまあ集めて、なんかねそこでこうラジオもどきじゃないけど、なんかそういうのをちょっとやったんですって。でその時二十何年前って言ったらさ、思い出してごらんなさいよ、こんなインターネットって使ってる人ってほんの一部みたい。皆さん今もうね iPhone でインターネット普通使ってますけど、一部みたいな時代に、まあ、そういうことをやったのがスタートで、まあ、それぞれでも皆さんがこうなのでね、こうラジオやってても、まあ、同じ部屋でやってたりとか、こう板一枚で お隣の部屋でやってたりとかなので、まあ、ラジオの音が聞こえるっていうより、まあ、地声も聞こえてくるみたいな、なんか感じの広さのところでやってたっていう話を聞いたことがあって、でまあ、そこから、まあ、皆さんが番組を持つようになって今に至るっていうところで、まあまあ全国にその FM ギグの本局は京都にあるんですけど、まあ、それぞれステーションって言って、まあ、ラジオを収録できるところが、まあ、全国にいろいろあるわけですね。まあ、そこでラジオパーソナリティの方が行かれて収録をしていただいたものが、まあ、ネットに載ってインターネットラジオとして流れたりもしますし、もうミキサーも自分でやって声も取るという人もいるので、なんかそれすごいなと思うんですけど、私はもう入りはもうミキサーやってくださる方がいて、もうお話だけしてあと編集をお任せしてるっていうところの人になるので、いやミキサーやりながら喋れるって、いやでもなんかそれできたらなんかねいつでも収録できるじゃんみたいなところはあるんですけど、まあそういう方たちが1年に1度まあ、年の初めに集うというのが FM ギグアカデミー賞受賞式というのになっているんですね。はい、まあもうねもう10年目でっていうところで、だいぶ古株でっていう、自分じゃ本当そんな気しないんですよ。なんか気づいたらねそんな風になってたって、先見たら長いんですけど、振り返ると気づいたらそんな風になってたなという風に感じています。でその中で、ま、毎年たくさんの部門があるんです。で部門の中では、もちろんラジオの中には生放送もありますし録音もあります。でそういう、まあ、表彰もありますし、あとそこで、一人でラジオメインパーソナリティ一人でやられてる人もいますし、なんか二人で、ね、やっててメインパーソナリティがいてサブパーソナリティっていうところもあります。なので、ね、それぞれ名前が面白いのがついてて、まあ、作品賞録音放送部門、作品賞生放送部門、そしてそのメインのパーソナリティ、ここからがちょっと面白い、主演女優賞すごくない？ラジオとちょっとかけ離れてるんですけど、主演男優賞というのがあって、あとはサブのねされてる方の賞が、まあ、男性女性、もうそれで6個なんですけど、あとプラス大衆賞美術賞とかいうのもありまして、なんかいろんな名前のね賞があります。そして FM ギグはなんか別であのレベルも持ってるので、あの歌手の方もね専属のタレントさんもいらっしゃるので、まあ歌唱賞とか
あと楽曲賞とかいうのもあったりするので、本当にバラエティに富んでる、部門の賞が多いです。まず賞がそのギグのねアカデミー賞が始まったら、まずはノミネートをされているので、皆さんそれぞれいろんな部門にねノミネートされているので、初めにはノミネートされている方がステージに上がるというところから始まります。なので分かりやすく言うと、まあ私であれば主演女優賞はまあ誰々誰々誰々って名前呼ばれた皆さんが、まあアカデミー賞というぐらいなので、レッドカーペットを歩いていくわけです。でレッドカーペットを歩いてステージの上に立って、まあ、この方たちがノミネートされましたよっていうのが、まあ、その各賞ごと繰り返されていくっていうね、それがあります。はい、なので結構それだけでもまあ見応えがあるというか、まあ、皆さん非日常で、まあ、女性の方はまあきらびやかに着飾ってドレスを着てらっしゃる方もいらっしゃいますし、お着物でね来られてる方もいらっしゃったり、まあ、男性の方はこうちょっときっちりスーツ着てる方もいらっしゃれば、まあ中には何だろうね、ちょっと何のキャラクターかは分かんないですけど、まあ大きく分けるとコスプレみたいな形にもいらっしゃるというところになっております。まあね、そんな中でちょっと面白い話がありまして、まあもちろんいろんなイベントとかなるってお食事を伴う場合っていうのは必ず乾杯というのがあると思うんですよ。でその、FM ギグの第12回のねアカデミー賞受賞式の遡ること、もうね12時間は切ってたかな、24時間切ってましたね、の前にそのねここギグを立ち上げてくださった、まあ、ボスからポーンとメッセージが来たわけですね。でそのメッセージがちょっとここ面白いんでお伝えするんですけど、あ、千夏さん明日乾杯のご挨拶よろしくお願いします、あ、猶予ないんだみたいなね、もうお願いしますって来ちゃうみたいな感じなんですけど、まあなかなかそんなね機会もないのでね、まあ、喜んでさせていただきますっていうお返事をしたところなんですが、まあ大まかにまあこんなことは話そうかなっていう感じですけども、ほぼ行き当たりばっちりの行き当たりばったりのね、ばったりの私の乾杯の挨拶の VTR がございます。これ1番ですねなりますので、ぜひこちらをご覧いただきたいというふうに思います。それでは小林千夏の初めての乾杯のご挨拶、それでは VTR スタート。最優秀賞をね、番組賞の最優秀賞を何度も取っていただいております。今年の最優秀賞は2年連続アカデミーで12年すごいですね。何歳の時から私もここに来させていただいているのかなと思いますと、もう最近はね、もう目も見えなくなりましてっていうところ、ちょうどいいかなというところになります。またね、今年も参りました2024年第12回 FM ギグアカデミー賞受賞式、楽しんでいきたいと思います。恐れ入りますが、お越しいただけますでしょうか。それではこの奇跡の時を皆様と過ごせることに感謝いたしまして、乾杯をしたいと思います。それでは乾杯。乾杯。ありがとうございました。はい、お帰りなさいませ。どうでしたかもう立ったらどうにかなるかなって、まあ、でも大まかにね、その FM ギグが初めに立ち上がって何年かっていうことはもう絶対お伝えしたいなということと、この FM ギグアカデミー賞受賞式がねもうちょうど12回になりますよということは、まあ、お話ししようということだけ決めてステージに立ったっていうところなんですけど、ね、なんか不思議な、いつもになんか相変わらず黒の衣装でしたけどね、ちょっといつもの小林夏のイメージとは違う、ちょっと洒落てたでしょ自分で言うなみたいな感じですけどね。いや、そうなんですよ。まあ実はあれ本当にね、このアカデミー賞受賞式で本当何年前か、10年前ぐらいかな、もうに
自分が2回目に参加するした時ぐらいに1回着用した、まあ、ドレスだったんですけどね、もうベルベットの生地なので本当真夏には着れなくて冬だけね着用できるという衣装になるんですけど、まあ良かったですね、衣装が入ってそれ一番心配よ。なんか前よりちょっとこうなんかここら辺が結構女の人ってこう二の腕にねやっぱりちょっとずつお肉が基本つく人の方が多いんです。ちょっとそこら辺パツパツしてますけど、まああんまりね、まああんまり分かんなかったからね、良かったかなと思いながらだったんです。まあ衣装も着れてちょっと安心しつつ、もう無事にね、もう乾杯が終わるまでは若干緊張。で乾杯が始まるまでちょっとそのね、さっきにも言いましたけど、ノミネートの方たちの紹介があったりで、乾杯の時間がねすぐアカデミー賞受賞式が始まってすぐじゃなくてちょっと時間経ってからだったので、ちょっとそこが終わるまではドキドキしつつというちょっと気が休まらないじゃないですか、なんか大役いただいているというところがあるので、でもですけれどもそこ無事に終わりましてね、ほっとしているったところではございます。でまあノミネートあって乾杯があって、まあ お食事をね召し上がりながらっていうところで、まあその当日に本当にラジオにもご出演いただいてくださいましたゲスト様で、あとは本当ね普段も仲良くさせていただいている方たちも応援に駆けつけてくださいまして、ちょっと落ち着いてる時に先に写真を集合写真的に撮らさせていただきましたので、こちらでご紹介させていただきます。こちらになります。せーの、じゃん、こちらになりますよ。ねえ、本当にもうみんなもうドレス着慣れてるっていうね方たちなので、本当にどんな服で行ったらいいんですかとかって、ね、お聞きくださいまして、もうなんかワンピースでもいいですしドレスでもいいですよとねお伝えをさせていただいて、もう早めに到着してくださってしっかりお着替えくださいましてご参加くださいました。本当にありがとうございました。いやなんか去年はもうゲスト様にねお呼びしないで、なんかすごくお呼びする時もあるんですけど、本当全くもうサラでもう一人で参加するっていう時もある。まあもちろん会場に行ったらねパーソナリティはもう知ってる方たちばっかりなんですけど、まあ本当に一人でね出席することもありまして、ですけども、まあ今年はこのように気心知れた皆さんがご一緒してくださいまして、本当になんかねその授賞式もまた楽しくなりますね。そこがやっぱり違うなっていうのを改めて感じたところにはなりました。でもねこのように写真も撮れて本当に良かったです。なんかね終わってからっていうのはもうちょっともうわちゃわちゃとなっちゃうので、もうちょっとね本当にもうお食事始まる前のちょっとした時間に先に撮っちゃおうかというところで撮らさせていただきました。そしてあとはその私がそうそうそう、このシャナナ TV でも番組持たれているワイワイテレビのパーソナリティの相葉京子さんも実は FM ギグのラジオのねパーソナリティでいらっしゃいまして、でステーションが一緒です。まあ、収録している場所が一緒というところで、まあ、その収録自体でねお会いすることって、まあ、全然違うので、時間帯とか曜日が違うのでお会いは しないんですけども、そこで一緒なんですっていうところで、その私たちがラジオの番組収録をしているところが、まあ、つながりっちょスタジオというところで、まあ、その時に、まあ、全員ではないんですけど参加していた皆さんと撮った集合写真もあります。もうねちょっと撮ってる場所が一緒なんですけど中にいる人物違います。撮りますよ、せーの、せーの、じゃあこちらです、はい、こんな感じになります。はい、まあ、この中にね今私も含めて5人写ってるんですけど、実はお二人はもう今から番組がスタートされるという、もう本当に初収録を待たれてるという状態でご出席をされたということなんですね。なると向こうまたねすごい新鮮さも ありますし、ワクワク度もあって、あとまた先輩方がねこんな風にこう楽しんでる姿っていうのを、まあ、皆さんが拝見されるとまた違うんじゃないかなという風にも感じています。いや自分もよく思い出しましたね、私もそら10年前ですよ。でなぜラジオの番組を始めるようになったのかっていうと、この、まあ、今ね一緒になったワイワイテレビの相葉京子さんが、まあ、サブパーソナリティで、メインパーソナリティがそのつながりっちょスタジオの、まあ、オーナーでもあります孫さんという、ね、あだ名の
方がいらっしゃるんですが、この京子さんと孫さんがやっているつながりっちょラジオというラジオ名の番組に、まあ、ゲストに出させていただいたんですね。ちょっといろんな流れがあって、でわあ、その時に京子さんとはもうすでにちょっと面識があったんですけど、あんまり近しくはなかったんですけど、でもともと京子さんってね、もう MC されてたりとか、まあ、自己紹介セミナーで、まあ、自分の紹介をね15秒とか30秒1分で簡潔に伝えるあのセミナーとかされている方だったので、わあすごいなあなんてこう憧れを抱いている番組にゲストに出させていただいて、それはそれはまあ楽しかったんですね。ね、まあその後にメインパーソナリティのまあ孫さんという方とつながらせていただいて、そしたらちょうどその時、まあほら10年前だから、あのまあ10年半ぐらい前かなので、まだ珍しい頃ラジオとか本当にインターネットもそんなまあやってるけどみたいなね感じだけど、そういうこう声を届けるとか、まだそんなライブ配信とかも全然皆さんやってない頃だったんですけど、まあ、孫さんがね、あのパーソナリティ募集してオーディションしますよみたいな、こう Facebook だったかなってなんかパーッと上がってきて、あやってみたいなと思って、まあオーディション受けるの自由じゃない、なのであ受けさせてくださいっていうのがきっかけで、まあ、今に至るっていうところなんだけど、もうそのね、なんかねオーディションすごい面白かったの覚えてますね。まあもちろんそのもうマイクの前にね、まあこんな風にもう座ってくださいみたいな感じ で一応デモの番組っていうか、こう何分かの番組作るみたいな感じのね、だからラジオの模擬体験みたいなことするわけです。でその何を話すかっていう、ここがすごく面白くて、でまあCM みたいなねジングルっていうのが流れてて、まあカウントが入るわけですよ。5、4、3、2、1って、そのもう2秒1秒前になんかバケツみたいな、なんかお題が与えられるわけです。青空とか水みたいな、なんかほんとこんな感じで与えられて、そのなんか思いつくことをなんかひとまずずっと喋るというのをね、3分ぐらいだったと思うんだけど、を話してくださいっていうのがオーディションだったのを覚えてます。で、なんでそういうことをいきなり言ってこうずっと喋ってくださいっていうのがまあお題にあったかっていうと、こう皆さんに今シャナナは、まあ、映像があるので、まあ、言葉を発しなかったとしても、まあ、何か文字を見せたりとか動きで伝えられますけれど、まあ、ラジオの場合って画像がないのでずっとまあ声でしないとね、放送事故になっちゃうわけですよ。ずっと無音だと、ん？ちょっとこう調子悪いんかなみたいなね。まあテレビで言えばピーって、昔はあんまり知らないかな、昔はピーとか言って、ただ今な、わかんないね、まあいいや、その話は置いといて、まあそういう時代がわかる人もいると思うんですけど、まあラジオの場合は無音になったら電波障害かなとかさ、ちょっと故障してんのかなっていうのが始まっちゃうので、まあとりあえず喋ってくださいっていうのがあって、もうなんか本当になんかバケツとかね、なんか夜間みたいな、なんか本当そんなねお題だったと思うんですけど、覚えてない、なんかそんなんだったと思う。でもそれをひたすら話して、はいじゃあこれで今日は終わりますよって、また後日連絡しますね、まあもちろん本部にそれ送って、まあ、聞いてもらえて合否が出るみたいな、一応そこをね突破して、あ番組持つことできますよみたいな感じからのスタートなので、なのでまあ本当に、まあ、素人さんが本当にオーディション受かったら番組持てるみたいな感じであります。で、まあ、そこで番組持てるよというところが入ってきて、で初めの収録の前にそのジングルといって2パターンぐらい、まあ、自分の番組をこうね、私の場合は小林夏のザ・サンみたいなことを言うんですけど、そういう番組ですよっていうような番組の概要もあらかじめ録音するんです。10何秒とか20秒ぐらいで録音をして、でそれをまあ毎月に収録してるんですけど、それを頭とお尻につけてるみたいな感じなんですけど、もうお尻はねほとんどまあその時話してますけどっていう感じになります。で初めての収録の時はなんかね、あの夢ばっかりこう頭が膨らんじゃって、
自分のそのまだこうパーソナリティとしてここ能力とかまだ鍛え上げられてないのに、あの初めての収録からゲストを呼んでたっていうすごいことをやっちゃってたっていうところはあるんですけれど、なんか今でも覚えてますね。本当にすごく収録では時間もかかりましたし、あのよくゲストさん出てくれたらって思いますね、今思えば。すごい必死だけ伝わってた収録だったんじゃないかなと思います。もう本当にその音源だけは残っていて、どっか探せばあるって感じなんですけど、いやー声だけでも必死感が伝わってきているというね、とてつもなくというところ。あ、やばい、 CM 行かないといけないんじゃない。あ、 CM 行きます。はい、 CM です、どうぞ。シャナナTVは動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナTVであなたも番組 MC を始めてみませんか。はい、お帰りなさいませ。危ない、もう CM 行ったのにもうすぐエンディングみたいな感じでございます。そうなのでね、初めての収録、ラジオの収録の時にもう10年前ですよ約ね、ゲストさん来ていただいてお話ししていただいて必死感があったなっていうお話でございますけども、あ、そうそう、この FM ギグアカデミー賞受賞式でね、また小林夏、ありがたいことでたくさん受賞させていただきましたので、まあ、この詳しい詳細はね、また来週に引き続きっていうところでお伝えをしてい、いきたいというふうに思います。まあ、この小林夏の番組 FM ギグの毎週金曜日お昼の12時から12時30分小林夏の雑談という形になる、もういつもエンディングのねテロップでも流れておりますので、ぜひぜひインターネット環境があってアクセスしていただければお聞きいただけるという番組になっておりますので、ぜひ、そちらの方お聞きいただきたいというふうに思います。もう最近はね本当お一人様でいろんな話をさせていただいておりますので、ぜひ皆様にこう何か本当にお役に立てる前向きになれるお話をしておりますので、ぜひお聞きいただければと思います。それでは来週お会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。